武田信玄公で名高い山梨県甲府市。甲府盆地の真ん中に昔の米蔵を利用して作られた小さな庵がある。竹馬庵と名付けられたこの小屋が斎藤岳南さんの仕事場である。郷土民芸を作り始めて30年、今年も干支にちなんだ幸運の福虎作りで忙しい毎日。一級建築士の腕前を持つ斎藤さんが自分で作った庵で奥さんの和江さんとお茶を飲むのが唯一の楽しみである。郷土玩具研究家でもある斎藤さんは夜遅くまで図案作りに没頭することが多い。これまでも日本各地のお面を研究してきた。僻地の学校に出向いて郷土民芸の作り方を教えるのも重要な仕事の一つである。山奥の子供たちにとってタコ作りはまたとない楽しみになった。斎藤さんの顔も子供たちと共に作る喜びにあふれている。後継者不足はこの世界でも深刻だ。しかし斎藤さんの家では長男の京次さんが後を継ぐことになった。冬の日差しを受けて特別注文のだるま作りに精を出す親と子。郷土民芸に生きる斎藤さんの技術はそっくり京次さんに引き継がれていくことだろう。